小谷真央子のトヨタ取材を特別編集、トヨタの真相。このコンテンツは昨年放送した BS テレ東小谷真央子の経済ルポスペシャルの未公開映像を中心に構成しています。小谷真央子が直撃、トヨタ副社長に現場の叩き上げ親父が。ハイテクカー戦争の中、一体なぜ。愛知県豊田市にあるトヨタの本社ビル、今その上層階にある経営幹部の執務室で働くのを拒否している副社長がいるという。その男がいるのは本社工場の中。小谷真央子がやってきたのは肝臓部ハウスという場所があります。中に入ってみます。肝臓という金属加工部門の現場事務所。そこにいたのは、あーどうも。2017年トヨタの副社長に上り詰めた河合だ。びっくりしました。河合は15歳でトヨタに入った、いわば叩き上げの職人頭。本来あの河合副社長、本社のあの大きい建物の15階にいらっしゃらないとおかしくないですか。僕はここで育って、入社15歳で入って、でここでこの鍛造っていうところでずっとやっとったんですよ。部長になってもここ、で理事になっても時間になっても全てここ。僕はビルの2階以上は行かないよって。だけど今おいくつでした。71です。1になるもうちょっとで、だから15の時からずっとここ。55年間。僕なんでここをこだわるかっていうとね、これだけ何十年も職場におるとね、やっぱり現場の音とか匂いとか、みんなのこうざわつくとか、こういう環境ないとね、なんか自分の感覚狂っちゃうような気がするんですよ、空気が。でこういうとこにずっとって、こういうことやってると、どこの工場行ってもなんとなく入った雰囲気や、みんなの顔色とか上司とギクシャクしとるなとかね、いろんなことをね感じ取れるんですね。なんとなく感じ取れるんです。だその神経を研ぎ澄ます意味からも、本社の15階には行けませんと、はい、僕は少しならやめますって社長に言った。本当ですか、はい、これそんな河合の50年来の日課という場所を見せてくれた。現場の従業員が使う大浴場だ。あー、これここ温泉。え、これ。あ、本当だ。お名前入ってます。現場にいることにこだわり続けてきた。毎朝、もう55年間も続けて。朝ですか。朝。え、みんなと一緒に風呂入って。みんなと。まあ夜勤の人もおるし、現場の人たちが一緒に入ってくるから、僕はあれが切り替えのスイッチですから、風呂入ってよし、僕から仕事やると。実は河合、4年前役員への就任が発表された時、びっくりすることが起きたという。新聞に出た次の朝、もういろんなとこから家庭の自宅の電話にものすごい電話かかってきた。で、俺だけど、おめでとう、よく頑張ったな、俺だけどって言われても誰だろう、誰か分かんないって言ったらね、80、90近い人がね、ここおった僕らの先輩なんですよ。先輩がよく頑張ったな、もういろんな人が電話って、で、よく頑張ったって一言目言うんだけど、だけど社長は偉いなってみんな言ってくれたんですよ。で、何かって僕は後で考えるんで、やっと技能系の現場の人たちが、ね、僕を役員したことによって俺らが認められたって思ったのね、さて今回の疑問は、ハイテクカー競争の中、なぜトヨタは現場の叩き上げの河合を副社長に据えたのか。その理由を河合がまさに現場で教えてくれた。おいしおいし。ロボットが材料を運び、全自動で鉄から打ち出され成形されるエンジンの部品。
実はこれ、いかに原料の鉄を無駄にせず効率よく打ち出すか、熟練工が工夫を重ねたノウハウをロボットに反映させている。こういう形状がいいって形状を自分たちで考えて作って、例えば成形する前に原料の鉄の棒を微妙に加工しておくことで無駄になる鉄を減らせるという。でこうやって打っていったら、これこれだけ転ぶんだけ捨てる分が少ないでしょ。これは打ち出した後の余った鉄、無駄になる鉄の量が従来の原料と比べ大幅に減るのだ。これだけ短い材、これだけ短い材料でできる。だこれ200円ぐらいだ。だからこれが競争。大量の車を作る上ではこの差が大きなコストの差となる。そしてその差を作り出すものこそ熟練した職人たちの経験と知恵なのだという。油をね、つけるけど、あってあのつけ方で品質の良し悪しは決まるんです。河合はこの現場の職人技を守り続けてきた。なんでこういうもの残してるかというと、各エリア、まあ、塗装なら塗装とか感じはこういうとこ、ここで原理原則は分かるんですよ。これからどんどん同じものが電動あの管理したって何したって、どんどんいろんな企業が同じことをやるやつ、もっとこういう工法にした方が安くいいものが作れるんじゃないか、常にそれを毎日毎日、今日よりも明日よりもね、明後日、それよりも常にやっていくことが、僕はこれをずっとやり続けることが生き残る生産現場の生き残る道だと。それを生産現場に一番落とし込める人材が河合さんであるというふうに豊田社長が思ったということですね。まあ、もちろんそういう期待はされてるっていうのは私も分かってる。小谷は思った。今トヨタの現場の危機感とはどれほどのものなのか。私は55年書いてね、55年なんだけど、危機ってたくさんあったんですよ、うん、僕は入った時は本社工場と元町工場しか2つしかない工場ですから、はい、当時はね。で年間30万台ぐらいの会社で、日産の上で、いつ潰れるかわからんって常に思ってたんですよ。どうだったんですか？そうです。まあその時は一つ一つが来て、まあみんな大変だからみんなで頑張ってやればいい、こういう世界で、で車がそれからどんどん伸びたでしょ、はい、でも今は1000万台ってあんまり大きく伸びがなくなって、しかも自動運転だとか、ね、電動化とかコネクティとか、大きな波が一気に3つも4つもドーンと来た感じなんですよ。僕はだから今までの中でもこんな波は来たことない。今まで本当にこんなにスピードでこんな大きな波がね、もうゴッと押し寄せたことは今までない。そんな危機感から河合が今までにない連携に乗り出していた。乾杯。この日集まったのはトヨタのグループ企業、その現場技能系のトップたちだ。まずは副社長の河合です。河合は会社の垣根を越えて、いわば現場の親父でタッグを組みたかったのだという。やっと私の念願が叶いました。一緒の気持ちになって一緒に助け合う、これは現場の親父たちの一番いいところだと思います。この顔見てもどう見ても現場の親父という顔じゃん。違うでしょ。同じ匂い、現場の親父たち。
今まではそれぞれが競ってやってきたじゃないですか。手の内か手の内かと同じ技術をうちも頑張ってるうちも頑張ってる。だからこの技術はお互いに知れるように競い合ってそれでこうやって成長してきた。でも今やみんな成長してる一つにする、まあ、これが大事だ。これでもねこれなかなか歴史的なことですよ。これこれはだからこれでもってねこれから仕事がなんだメール1個電話1本でやれますよ。お父さん来とるか。はい、そういう画期的なね僕は歴史の一歩じゃないかと思いますね。大きな変化に生き残るための現場同士の新たな協力体制。グループ企業ではあるがこういった連携は初めてだという。こういうような形でみんなが集まるというのはなかったので、まあ、正直驚いています。今もこうやってフランクにお話をさせていただいてますけどやっぱりそういうところが技能系のいいところなのかなというのは率直に思いますね。今の時代だからこそやっぱり技能系の人たちは文学をねもう一遍やっぱり強くしていかないいかない時代になってきてるんですよ。こういったグループで人をどうやって育てていくかっていうのがやっぱり大きな課題だと思います。そしてこの日河合からあるサプライズが。社長はすごくその気持ちをね喜んでいただいて俺はすぐ出したいと、ね、本当は来たいと言ってませんけど来なくていいよってこれは我々の会だからね。ただビデオメッセージをねそれぐらい早く出していただきました。河合副社長から、招待を受けたんですが、今私はニュルブルクリン、に来ております。ここで車の最終的な評価、をやるためにこちらに来ています。残念です。今こそトヨタグループの親父どもが、トヨタのリアルの世界を世界に示す時だと思います。親父の魂それはやはり情がある厳しく人を育てるということだと思います。そして人を育て育った人が新しい未来を作るということです。すべては親にかかっています。ぐじゅぐじゅぐじゅ飲んでる暇ありません。それは OK だろお前。魂作りお願いします。それではよし。現場こそが時代に生き残るものづくりを作り上げるトヨタの誇りある DNA だ。その象徴として守ってきたのがこの白い帽子だという。これ白いトヨタ帽これね、はい、ものすごくこだわりがあってね僕らが入った時にこの校長っていうのは現場の、まあ、大体部下を30人40人持った束ねたところの校長が被るんですか。うん、はい、で唯一トヨタの中で白い帽子って校長だけなんですよ。神さんの帽子って僕ら入った時にはこの帽子にすごい憧れてねでかっこいいっていうのは何がかっこいいってね白い帽子の被った人のその威厳があってでしかも仕事はよく知ってる人は知ってるで部長だろうが課長が来たって絶対言うこと聞かない。部長がこうダメ、ね、その本人がこの人がうんちはないと仕事が始まらんぐらい、で自分がよしと思ったらやれってことで若い正義の技術屋が来てねテストやらせてくださいって言うと校長が何を言ってるんだこんな図面で何がやれるんだ帰れってこう言うて3回ぐらい信念持って来たやつには見込んだらとことんやる厳しいけどすごい優しいんだよ。それが親父だ。だから僕らはそういう親父に育てられて僕は10年ぐらい前から工技能者っていうのねものすごい匠の人間を育てようと人を越す人を常に作っていかないと、うん、どんどん下がっていくかどんどん上がっていくか、うん、差だよって。なるほどなるほど。だからどんどん上がる人を作るために、うん、まずは自分が
目指す人を超える、で超えたら自分を超える人を作れと、そしたらこう上がってくる。実はそんな白い帽子をめぐり大問題が起きたことがあるという。実はね、何年だったかな、随分前に帽子をね全部変えるっていう時期があったの、うん、で帽子を変える、でみんな紺色の、紺色のこういう帽子に変わってね、うん、ね、で黄色い線とか、まあ植生は線が入ってそういう線にしたんです。で校長もこういう帽子にしたんです。で人事部はこうやって決めてこういうふうになりますって言って、ダメ、もう絶対白い帽子なきゃいかんと。で僕はものすごい猛反対して、で僕らの仲間みんな連れてってこの帽子なきゃいかんって直談判して、で人事にこれに帽子にしてくれって言ったら、いやもう海外で作り出してますって、これはもしね、あこの紺を、うん、食べるってもう絶対許せんって、で行ってこれだって言ったら、もうしょうがないから人事が後のやつをやめてこれにしたんです。でこれはちょっと刺繍がいいでしょう。そう、これなんかね、あのブリックかしらと思うぐらいと出てるんですよね。そうでしょ、うん、だからこれだけ違う、凹凸があるんだけど、これはないですよね、あんまりね、あ これだけ後で特別作らせたよ。それぐらい威厳のある帽子なんです。で僕は初心っていうのはこういう人になりたかったって、憧れの人は この人なんだ。でこれは現場の親父って本当の親父さん。でもだって良かったですよね、これにならなくて。なるほど、絶対させない、させないもうこれはもう絶対以上、小谷真帆子でした。